はいさーい。風邪ひいてる間に夏が終わりそうな気配になっているので、今日はちょっと GoPro 一つ持って外にビデオブログ撮りに出かけてみようと思います。持ち物はこれだけ。購入できたー。よし。今夫婦チャンネルの方でちゃんまりがデブエット企画っていうのをやってて、そのちゃんまりがね、美味しく太れるようにこうパンをたくさん買ってきたって感じです。ちょっと自分のも1個買ったんで、海辺でパン食べて帰ろうかな。いやー気持ちいいな。めっちゃ夕日が綺麗。てか久しぶりに GoPro だけ持ち出してビデオブログ撮ってるわけなんだけど、 GoPro でも本当に十分な映像が撮れますね。早く GoPro8 届かないかな。楽しみだな。じゃん。今日僕が買ったのはアボカドツナサンドですね。ちょっとね、僕もダイエット中なんであんまりカロリー高いもの食えないんですけど、まあ今日は朝ごはんも昼ごはんも食べてないんで、ちょっと食べてみたいと思います。ここのパン本当に美味しいって評判で、概要欄に URL 貼っておきます。うまい。ツナマヨのマヨがすごい少ないんだけど、それがさっぱりしてていい。ウェディングフォト撮ってるカップルがいる。めっちゃオリーブオイル効いてて、パンが柔らかくて美味しかった。なんか外側は硬いんだけど、中はふわふわで柔らかいって感じ。わあ綺麗。贅沢じゃないですかこれ。そういえばビデオブログ用に α6600 とそれから GoPro8 を注文したんですよね。まだ届いてないんですけど、めっちゃ届くの楽しみです。デコカに刺されたな。夕日が沈んでいくな。綺麗だ。まあということで、今日は何の取り留めもない動画だったんだけれども、以上です。本日何もない一日でした。